皆さんこんにちは、解説のツインズです。この動画は5月に開催したロックマンエグゼさん特殊ルール大会を編集したものとなります。ルールはホルダリターン、チェラシー、フラッシュマン系列、プラントマン系列、バリアブルソード、ポイズンアヌビスの禁止。大会形式は総当たり、シングル戦、参加人数は12名となりました。その他の詳細については概要欄を読んでください。それでは早速第1試合を見ていきましょう。お願いします、渚さん。まあ、1回戦目ということでね、このデッキをちょっとな、あんまりまだ使い慣れてないところがあるので、OKOK、まずこれですね。で、ルーク置きます。で、一応、あ、エリスチカ、まずいな。あー、これやっちまったな。あー、OKOK。OK、OK、変わり身か。エアシュートか、ここだね、じゃあ。100だから、そうだね、これはね、一応これは泥つまみ。影分身一応やるか。エリスチカ、オッケーオッケー。まあ、これはでもあれだね。エリア配置的には大丈夫だね。エアシューズがない読みで、強気に行ってもいいかもな。静か、あー、静か、強い。まあまあまあ。ただこれは、スチゼ、まずい。スチゼってことは S か、S か？あ。やっちまったー。これどうすっかなー。いや、きついぞ、結構。これはでも、素直に行こうかな。スチゼ、まずい！いやー、これなー、そう、スチゼ環境みたいなところあるからな。ここ。ジェリーってこれいける？一応、確定で100ダメージ与えるようになってるんだけど、これ、無理かな。いける？いけたね、オッケーオッケーオッケー。あー、くっ！オッケーオッケー、スーパー来たことオッケーですねー。オッケーです。オーラをめっちゃまとっている。これはね、ちょっと待ってね。これガードで悩みますね。これはこれどうすっかね。ちょっとこれ怖いからオーラ張るか。セレナード強い。ただやべえ、まずい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 、負けた。強い。見事です。ワンキルをされた。開幕うまかった。今回お相手したのは、渚さんの S フォルダです。セレナードはホワイト版での未入手可能なギガチップであり、本作の隠しボスのナビチップです。発動すると威力100の衝撃波をランダムに飛ばします。エリアを狭めればヒット数が最大16まで増加するという、切り札にふさわしい性能となっています。ロックマンエグゼさん独自のシステムとして、暗転チップはジャスガでダメージが半減できますが、セレナードはヒット判定が高速で出るのでジャスガがかなり難しいです。試合でも見事なワンキルを決められていますね。一見するとセレナードは強力に思えますが、セレナード自体が闇のチップであるため、ダークライセンスやダークホールがなければ発動ができません。また、エリアを狭めなければゼロヒットで終わることすらあります。かなりの発動準備が必要な上、ギガチップの枠を使うため、極めてハイリスクハイリターンがチップと言えますね。試合ではルーク対策のエアシュートを採用してエリアの確保を行うなど、セレナードの弱点を見事にカバーしておりましたね。ブラック版が有利すぎるとされているエグゼさんにおいて、ホワイト版を選ぶ覚悟も必要なため、セレナードはまさに愛がなければ使いこなせない切り札ですね。今回はここまで。次回も楽しみに。